はい、さーい、皆さん、こんにちは。あきひろです。今月の、レッスンは、ティンサグヌ花という曲を、やりたいと思います。沖縄民謡の、曲で、ティンサグヌ花、コードを2つ、簡単な、コード進行で、お送りしたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。本日もこのテナーのウクレレと、ソプラノのウクレレ、この2つを使って、やっていきたいと思います。はい、それでは、使用するコードを紹介していきたいと思います。まず、カポは0、そのまま普通に使ってください。そして F コードと C7 というものをやっていきたい、コードを使っていきたいと思います。まずは F からですね。F は、この1番、1フレット目の下から2番目と2フレット目の1番上の方、こことここですね。この2つ使って、これが F です。で、続いて C7。C7 は1フレットの一番下。これが C7 です。ティンサグの花はこの、カポ0、普通の状態で F と C7 2つで、演奏したいと思います。それではこのハイ G の、弦を張ってある、ソプラノで、演奏したいと思います。続きまして、この、ロージーの弦を張った、テナーサイズで、演奏したいと思います。どうだったでしょうか。コードが2つ、簡単な、コード進行で、F と、C7、2つのコードをやりました。ウクレレを、今から始めてやる方にとって、多分とても簡単なコード進行だと思いますので、このレッスン動画、見て、やってほしいなと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。